こんにちは、ペトベンチャーです。今回はビカクシダなどの観葉植物にカビが発生してしまった場合の対処法をご紹介したいと思います。こちらのビカクシダをご覧いただくとカビが発生しているのが見えると思います。このようにカビが発生しています。カビは実は植物だけではなく人体にも影響があります。カビの感染が原因として起きる病気としては心筋性肺炎、白癬菌による皮膚心筋症になります。いわゆる水虫、食道炎や胃腸炎、髄膜炎などがあります。カビによるアレルギーは喘息、アトピー、アレルギー性鼻炎などがあります。そんな恐ろしいカビですが好むものが3つあります。1つ目、温度。カビの最適気温は25度になります。ただ5度から35度前後でも生息できます。2つ目、湿度。一般的なカビは湿度 80% 以上が必須条件になります。乾燥状態を好む一部のカビでも 65% は必要です。3つ目、栄養。タンパク質や炭水化物、油脂などの有機物質、これらがカビの栄養になります。主に皮脂汚れやホコリ、食べこぼしなどです。ですので植物の植え込み剤はカビにとってとても住みやすい環境になっています。そこで大切になるのがカビの対処になりますが、私のおすすめはこちらのベンレート水和剤になります。ベンレートはいわゆる殺菌剤で、カビや病原菌の発生を抑制したり、すでに植物体内で発生した病原菌に作用して治療する効果のある薬剤です。白い粉末状の剤形で、水に溶かして希釈液を作って散布します。ベンレート水和剤は治療殺菌剤になりますので、予防効果だけでなくすでに発生してしまったカビの殺菌にも効果があります。ベンレートはベンゾイミダゾール系に分類されますが、チオファネートメチルを有効成分とするトップジン M も同様にベンゾイミダゾール系殺菌剤に含まれます。簡単に言うと、植物体内で作用する際にトップジン M もベンレートと同じような活性体に変化して殺菌効果を発揮します。いずれも病原菌の有刺分裂という細胞分裂によって増殖することを阻害し死滅させる作用を持ちます。使い方。ベンレート水和剤は粉末を水に溶かして希釈液を作り散布します。箱の中で小分けになっている1袋、これが 0.5g になっているので、1リットルにこちらのベンレートを溶かすと2000倍液を作ることができます。希釈液を散布する前にカビを綿棒などで取り除きます。もしくはカビの生えた植え込み剤を植え込み剤ごと取り除きます。希釈した液体をカビが生えている部分に5回から6回霧吹きで散布します。通常は1日で効果が現れますが、カビがなくならない場合は1日おきに散布して状態を確認してください。注意点、ミミズなどの無脊椎動物、さらに魚などの水生生物に毒性があると確認されています。ですので一度作った水和剤は使い切るようにして水道や川に流さないように注意してください。また毒性があり人体にも影響があるので、次の9つのことに注意してください。1、体調の優れない時は使用しないでください。2、使用量に合わせて薬剤を調整し使い切るようにしてください。3、本剤は目に対して弱い刺激性があります。目に入らないように注意してください。万が一目に入った場合は直ちに水で洗い流すようにしてください。4、本剤は皮膚に対して弱い刺激性があります。皮膚に付着しないように注意してください。付着してしまった場合は直ちに石鹸などで洗い流すようにしてください。5、かぶれやすい体質の方は取り扱いに十分にご注意ください。6、使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン、長袖の作業着などを着用してください。使用後は直ちに手足、顔など石鹸でよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換するようにしてください。7、作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯するようにしてください。8、本剤で処理した種子等は食料や動物飼料として用いないでください。9、街路、公園等で使用する際は使用中及び使用後に使用に関係ないものが使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てて人畜等に被害を及ぼさないように注意を払うようにしてください。それではここから実演していきたいと思います。それでは実際にカビを取っていきたいと思います。まず綿棒で表面についたカビを取っていきます。水苔なので表面の植え込み剤を取り除いてしまいます。このように表面のカビを取り除きました。もう一株行っていきたいと思います。
こちらもある程度カビを取り除きました。まず 100ml の水を用意しました。ここに便冷凍を10分の1入れていきます。私は目分量で計量していきますが、もししっかりと測りたいという方がいればブログに商品リンクがありますので、こちらからご覧いただくのが分かりやすいと思います。概要欄にリンクが貼ってあります。便冷凍を入れたらよく振って希釈剤を作ります。ここからは手袋をしていきます。希釈液を5回から6回患部に吹きかけていきます。こちらの株も同じように吹きかけていきます。カビが発生していた水ごけに霧吹きで散布していきます。これで1日様子を見て、カビが消えていなければ1日後にもう一度散布してください。それでもカビが消えない場合は2000倍ではなく1000倍に濃く希釈して散布するようにしてみてください。大体の場合がここでカビの発生が収まりますが、それでもカビの発生が収まらない場合は植え込み剤をすべて取り除き、新しい植え込み剤に植え替えましょう。こちらの動画でビカクシダの植え替え方法、またこちらの動画でビカクシダの株分けと板付け方法をご説明していますので、それぞれ概要欄にリンクを入れておきます。また新しい植え込み剤に便冷凍を散布しておくと、実はカビを予防する効果があり、この効果は4年連続で継続されるそうなので、念のため散布しておくことをお勧めします。ラクマにて観葉植物やビカクシダ、エアプランツなどを販売しています。もしご興味があれば概要欄からショップの方まで遊びに来てください。このチャンネルをご登録いただいている方には、私から商品をご購入される際にエアプランツを1つプレゼントしていますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。